こんにちは、藤原です。今回はおしゃれな中目黒デート企画です。中目は皆さんどんなイメージでしょうか？僕はめっちゃ好きな街で、大人の層の方がすごく多くて、落ち着いておりますし、大人のデートにぴったりな街です。どうしても渋谷新宿などの場所ですとがやついておりますので、少しいつもと違った角度でデートを楽しみたいって方は特におすすめかなと思っております。はい、では1店舗目がですね、リバーサイドクラブというカフェになります。以前紹介したことがあるんですけども、改めて紹介させていただきます。中目黒の川沿いを10分ほど歩いたところにあるカフェでして、池尻大橋からも歩いて行ける距離になります。池尻のお店も、中目黒みたいなもんな、お店もいっぱいありますので、池尻もね、合わせてチェックしてみると、中目黒デート楽しめると思います。結構ここは中目黒からは歩くので、川沿いのお店が空いていたら、ショッピングしながらここに行くとかはありかなと思っております。朝早くですね、人が少ないうちに散歩するのも、ありですし、このように店内も空いております。店内は広く光が多く入る天井の広いカフェになっておりますので、その点もすごい素敵だなと思っておりますし、テーブル席やソファー席、ベンチ席など、もう席の種類も幅広いので、人数に合わせて利用可能になっております。朝の光がすごいとても気持ちよく入るカフェで、ラテからスタートするデートもいいんじゃないかなと思っております。はい、では2つ目のお店がですね、ロジュ中目黒になります。ここはですね、先ほどのリバーサイドからは逆方向の、池尻大橋から逆方向の、ニトリとかのある方にあるカフェになっております。ここは一本住宅街の方に入っていくお店なので、立地的にもすごい落ち着いた場所になっております。築33年の元倉庫をハウストラットっていうね、設計とかオリジナル家具などを作っている会社がリノベーションして作ったカフェなので、空間へのこだわりもすごく感じるカフェになっております。とても素敵ですよね。で、天井もかなり広く、席の間もすごい空いているので、全体的に広々とした空間になっておりまして、無機質な雰囲気ながらもこうミッドセンチュリーな、家具が配置されているので、すごくおしゃれな空間になっております。 Wi-Fi や電源もあるので、作業カフェとしてもすごくいいですし、友達同士で来るのもすごく多いお店になっておりますので、幅広い方でご利用できるかなと思っておりますし、デート中に作業しながらとかもありかなと思っております。はい、ここはですね、ランチとして利用させていただきたいなと思い、今回お邪魔させていただきました。山手通りからそれたこの先にお店があるのかなって思うような住宅街の方に進むので、本当にあるのか不安になるかなとは思うんですけども、突如住宅街の中に現れる中華屋さんになっております。今外見を映しておりますが、見た目もすごいお家っぽいというか、一軒家みたいな雰囲気になっておりまして、ここをね、ほぼオープン時間に行ったんですけども、満席で、予約なしだとギリギリで入れるという感じになっておりまして、平日でもこの状態なので予約がベターではあるんですけども、予約はコースのみとなりますので、その点ちょっと注意してほしいなと思っております。ランチは、3000円弱のランチコースの用意があります。少し贅沢したいって方はランチコースが、いいんじゃないかなと思っております。中華でカジュアルすぎないお店を探しているとか、デートスポット探しているって方はですね、すごく、おすすめですので、ここはね、知っておいて損ないなと、思っております。本格的に中華の味わいも楽しめますので、お店の雰囲気もお料理もすごい敷居は高くないにせよ上品という、すごくちょうどいいお店だなと思っておりますので、こちらおすすめになっております。はい、こちらはですね、テイスト&センスというカフェになっております。駅から5分ぐらい歩いた場所にあるカフェでして、隣はですね、超有名なセレクトショップの 1LDK になっておりまして、そのお店に併設されているカフェなので、お買い物がてら寄るのがおすすめかなと思っております。 1L はアパレルショップとしてもすごい有名な場所ですし、セレクトショップもいろんなものが置いてあるので、すごくおすすめです。で、今回はテイクアウト利用で、利用させていただいたんですけども、店内も席があって、ランチタイムは、食事メニューも、あるみたいですね。で、外は簡単なベンチ席とかテラス席もあるので、これからの中目の桜の季節とか過ごしやすい季節にもぴったりな雰囲気かなと、思っております。テイクアウト用のスタンドになっているので、出窓から参謀がてらに、買いたいって方でも立ち寄りやすいなと、思っております。
はい、では、次のお店がですね、ここは割と最近インスタグラムとかで話題になってきているかなとも、思っているんですけども、先ほどの、テイスト&センスから、少し歩いたところにあるカフェでして、こちらもテイクアウトで利用させていただいたんですけども、店内の雰囲気がすごく、素敵ですし、外観も、特徴的ですので写真とかもすごく映えるかなと思っております。外から見るとこれ何の建物なのかなって覗いてみたくなるような、コンクリート大きめな建物の1階にあるので、内装もモノクロとコンクリートのね、無機質っぽい形のカフェがすごく、素敵ですので、こういうお店が好きな方は結構多いんじゃないかなと思っております。店内にもグッズとかタンブラー、トートバッグとかも置いてありますので、その点もチェックしてみてほしいなと思っております。世界観がすごい出来上がっているカフェなので、本当ここ好きな方多いかなと思います。ここ結構夜遅くまで、やっておりますので、夜カフェとしての利用もおすすめです。勤労に関しては11時半まで23時半までやっておりますので、もはやお酒飲んだ後にちょっとフラッと寄るとかもできるんじゃないかなと思ってます。はい、次がですね、こちらは、ちょっと意外って思われるかもしれないんですけども、金刀っていうタンブラーとか、テーブルウェアをすごい、展開している、金刀のフラッグショップストアになっております。なんと路面店はですね、中目黒とロスにしかないらしいです。はい、でいろんな商品が並んでいて、店員さんもフレンドリーに声かけてくれるので、なんとなくここを名前聞いたことあるなーっていう方でもぜひ立ち寄ってみてほしいなと思っております。店内にはテーブルウェア以外にもグリーン系も置いておりますので、その点もチェックしてみてほしいなと思っているんですけども、ヒントをね、デザイン性がすごい素敵なものが多くありますし、一緒にデートとして行ってデザインを選ぶのもいいし、お付き合いしている方であれば一緒にねお揃いのものを買うとか、お家に持って帰るとかもいいと思いますし、そういった点でも利用しやすいかなとも思っております。もちろん、一人で行くのもすごいおすすめな場所でありますので、こうプレゼントに、選ぶとか、そういう点でもおすすめできるかなと、思っております。ではですね、次のお店がですね、中目黒燻製アパートメントっていうお店になっております。以前ここの系列店は紹介させていただいたんですけども、中目黒のこのお店もすごい素敵なので今回紹介させていただきます。大通り沿いから少し逸れている立地な上、一見普通のアパートの外観なので、もう知らないと絶対見逃してしまうと思うんですけども、見ての通り入ったらですね、すごく異空間で、とても素敵な雰囲気が広がっております。もうね、燻製と、言っている通りですね、店内に入るとスモーキーな香りが、すごい、香りまして、期待がどんどん高ぶる感じになっております。燻製苦手な方はそもそも燻製のお店なのであまり行かない方がいいかなとは思いますが、燻製好きな方はすごくおすすめです。席に案内されるまでは1階の待合室みたいなところに待機するんですけども、かなり暗い空間の中、アンティーク調の家具が並んでいて、すごい雰囲気が統一されているなぁと感じました。で、席の準備ができたら2階に上るって感じでして、2階も待合室同様ダウンライトで隠れ家感がすごいですよね。秘密基地感がすごくありますし、ここ知ってるのって感じになるような、お店ですので、デートに、ぴったりかなと思っております。で、メニューは先ほども言った通り基本燻製の丸々っていう形になっておりまして、この燻製ってどんな感じなのかなっていうような期待も高ぶる感じなので、いろんなメニューを頼んでみてほしいなと、思うんですけども、ドリンクとかはですね、燻製モスコミュールとか燻製サングリアとか、ドリンクにどうやって燻製っぽさを足すのみたいなメニューが多くてですね、結構驚くようなメニューも多くあります。こういう驚くメニューをね、頼むと話も弾みますし、雰囲気も良くなるかなと思いますので、初めてのデート利用とか、あんまりまだ仲良くなれてないなーって方と一緒に行く時とかも、おすすめできるかなと、思っております。食事は全部美味しいですし、まあ、スモーキーなのでお酒もすごい進むかなと思っております。雰囲気はすごいデート向きではあると思うんですけども、気になる料理が多すぎて数人で行かないとシェアもね、なかなかできないとも思いますので、たくさん食べたい方は人数多めで行くのもおすすめかなと思います。先ほども言った通り、デート以外でも、話が弾みやすいお店だと思っておりますので、こういうお店チョイスするのも 3,4 人の会食とか、お友達同士とかでもセンスいいって思われるような場所だなと、
思っております。で、今回ね、中目黒こういう場所も紹介させていただいておりますけども、中目黒カフェとか中目黒のランチとか紹介させていただいている動画がですね、以前の動画でありますので、そちらの動画も合わせて見ていただけますと、今回の動画以外でも中目黒のカフェスポットとかいろんなスポットを引き出しが増えていくと思いますので、ぜひ見てみてほしいなと思っております。で、池尻大橋はね、まだ全然紹介できていないんですけども、池尻大橋、実は需要があるとかあればコメント欄に残していただければやるかもしれないので、池尻需要あるよとか思っている方は、ぜひねコメント欄残していただけると、嬉しく思います。はい、今回最後のお店がですね、エプロワというお店になっておりまして、外観から見てもわかる通り、おしゃれな、すごく素敵な空間になっております。ここはカフェバーと、なっておりまして、もう入ってみてもわかる通り、すごくおしゃれな、お店ですよね。もうここはすごくおしゃれで洗練されてる雰囲気なので、一人だったら入るの抵抗感あるかもってちょっと思っちゃうぐらいおしゃれかもしれません。で、内装はね、すごく薄暗で、レコードが置いてあったりとか、こうアートがね、置いてあったりとか、インテリアがすごい素敵な空間となっております。大人の雰囲気ですよね。で、お昼はですね、ハンドドリップのスペシャリティコーヒーを飲むことができて、夜はナチュールワインを楽しめたりとか、カクテルが楽しめるバーになっております。で、レコードで音楽が流れていて、ゆっくりと静かに音楽を楽しみたいという方とか、そういう方はね、特に、おすすめですし、デートで用の時は特にここは雰囲気もいいですし、バンバンと飲ませようっていうよりも、カフェメニューもね、あって、ちょっと酔い覚ましで寄ろうよ、みたいな感じの利用の仕方が、おすすめですし、さらに飲みたい方はね、ナチュールワインをね、楽しむのもおすすめですが、少し飲みすぎちゃったけど、まだ一緒にいたいなーって時とかに、こういうお店ね、すごく便利ですので、こういうお店ぜひ知っておいてくれると嬉しく思います。今回もね、たくさん紹介させていただきましたので、皆さん行ってみてください。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開で会員制カフェバーユニーをオープンいたしました。会員制ならではの体験を味わえます。我々は短期的な1回だけなどの消費ではなく、お客様と長い関係を築きたいと思っております。その関係を築くには、会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考えました。ただのカフェバーではなく、お客様のサードプレイスや帰る場所となっていただけるよう、ユニーはお客様と一生関わっていくお店を目指します。現在会員枠は満席ですが、ウェイティング登録で順番待ちはしていただけるので、概要欄からぜひウェイティング登録で順番待ちしていただけると幸いです。僕が代表を務めている美容室やいえが表参道にあります。僕は新規のお客様の担当をできないんですけど、共同代表をしている表やカラーがとても上手いスタッフなど幅広いスタッフが在籍しております。もし誰に指名していいかわからなければ、こちらから当日お客様に合うスタイリストをご紹介させていただきますので、お気軽にいらしてください。タイミングが合えば僕もお店にいるのでお声掛けさせていただきます。概要欄にご予約のリンクは貼っておきます。普段あまり言わないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。 1. YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。2. 藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4. オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には、次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので、概要欄からぜひご登録お願いいたします。